これからホテルの朝ごはんに食べに行きます。3日目にしてやっと朝ごはんが食べれるっていう、結構ハードな旅行なんですけど、楽しみ。はい、大丈夫、俺の方が緊張してる。そうなんですか。緊張感。はい。はっかー、でもまただもんね、全然めっちゃ綺麗やん、シーサー。確かに下怖いな。怖いね。多分こっから落ちたらどうなるんだろうって考えちゃって、男性の方の方が高いとこ無理だとか言ってたもんね。うん、あ、そうそうそう、ふわふわし、うん、なんかゴンドラ乗ってるような感じの気分。あそこちょうどさ太陽だもんだね。ボッサボッサだけど、パラセーリングめっちゃ楽しかったです。すっごい高かった。17エンド、ちょっと干潮の時間わからないけどね。今は道潮だから、あ、ちょっとだけ砂浜あるじゃん、あそこに。干潮だともうちょっと砂浜があるんだけど、ちょっとだけ砂浜が残ってました。まだ海がめっちゃ綺麗だね、色が。Cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart. And promise nobody can steal me away. Then I am your boy. あっちの海からエントリーするんだね。ここでダイビングするとしたら、あの下が多分空いてるってことだね。飛び降りんのかなってね、こっからね。登れないと思う。それがそうだよね。海から、まあ、繋がってるっていう。
It's a song about your sweet, sweetheart. And how nobody can steal me away. And your horse. Cause I want you, and I wanted you to know. As she sang, she started to dance. Grabbed his arm and took his hand. Held her knee. ストーリーを読んだ後はこのロゴの意味が分かるようになった。すぐ隣にダグズコーヒー。ダグズバーガーご利用されてますか？はい。レシートお持ちでしょうか？え、持ってると何かあるの？そう、アイスコーヒーかアイスカフェオレが100円引きでお楽しみいただけます。おここはちゃんと開けてる ね。あの長間浜のすごいジャングルみたいなとこと違って整備されている。暖かくなった。うん、ちょうどいい。うん、どれが一番いい？ナス食べた。ナスとベビーコーン。ナス入ってない俺。え、これですか？ナスに。ナスビ？ナス、ナス。ナス。あ、ナスって言ったの？ナスって聞こえたの？ナス。ナスね。おじいちゃんかよ。やっぱ回転。ボケた。ナースナースね。早いわ、20分。介護してね。
何階建て？3階建て。登った方が絶対に綺麗。すごいね。お金がかかる中学生以上300円やっと着いた。もう高っ。探したろ、ボクちゃん。モデルさんって言われちゃった。ここ？白いところ。白いところじゃなくて、この黄色いところ。黄色いところ。真ん中。そうそう。そんなに上の足を縛るだけですね。わかります。うん、ほのかに甘い。はすかに甘いね。あ、そんなにあれじゃないんですけど、それ食べてない。噛みちぎれなかった。噛みちぎれなかった。アグ？あれなんだっけ？なんでしたっけ？アグ？アダン？全然覚えられない。アダン。アダン。アダンだと覚えたらいい。アダン。あいつのあだ名はダン。